ちゃんです、ありがとうございます。こうさんありがとう、ゴパポリックさんありがとう、たぬきのこさんありがとう。今日はポニーテールです。近いの近い。スピカさんありがとうございます。ちょっと今帰ってきたからちょっとしょってるんだけど、まあ、アイスは食べましたこれをしょったまま。カッツンさんありがとう、萌えさんありがとうございます、スピカさんありがとうございます、こんばんは。マークありがとう、月影さんありがとうございます、ポニコさんです。近くない？なんか今日オノピーさんありがとう、お疲れ様、みんなもお疲れ様。あ、峰松さんありがとう、みんなもお疲れ様。ラスカルさんありがとうございます、ひだともさんありがとう、こんばんは。ひろとさんありがとう、かいかいさんありがとう。あしゃ、あ今日はくしゃみがすごい出ます。あ見て、松葉下からまつげ見えづらいかな。あそう、誕生日チェキ書きましたよ。あまこっちゃんありがとう、最近ファンになりました、ありがとうございます。くしゃみありがとうありがとう。富士キョンさんありがとう、ダーツプロさんありがとうございます。定番になっちゃった、くしゃみひまわり、ほんと。ゆうやさんありがとう、たくみくんありがとうございます、じゅんさんありがとう、ゆうだいさんありがとうございます、さいさん、くまありがとう、ねたろうさんありがとうございます、おせなちゃんありがとう、仕事終わりお疲れ、あ、メッセージカード大ちゃんでした、ありがとうございます。アンヒューさんありがとう、かわいい。くしゃみかわいいっていうの絶対みんなくらいです、ほんとおいしょーって言ってるもん私いつも。はい、ひなこさん星ありがとうございます。星、お、メッセージカード当たった嬉しい、マリモありがとう。あ、あんたろさんありがとうございます、くまたわ、ちょっと待ってね、髪ちょっと髪がないのでちょっと携帯のメモ帳に書くね。くまたわありがとう、くまちゃん書こう、何色がいいかな、クマの色でいこう。ええすごい、なんか丸になった、え急に下手になる。ありがとう、スピカさんありがとう、ゲボさんありがとう、マー君ありがとうございます。少々お待ちくださいね、やっぱりほっぺはピンクだよね。え下手くそすぎ、びっくりした。ありがとう、あんたろさんありがくまたわー充電が 75% と結構ありますね。え、リボンが ついてる、かわいい、リボンもちゃんとつけな、だってつけます
偉いので。ありがとう。あたろうさんありがとう。75%。 可愛く描けました。意外と結構上手だったっすね今の。めっちゃね、このね、あのケース可愛いからおすすめ。おお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 、じゅんさんありがとう。イエイ。あー歌いまくろうと思います。今日のお友達はボビタンファイン、糖類ゼロ、カロリーが低いということで、疲れた時にこれで元気を出してます。うん、美味しい。ダックさんありがとう。セカチンさん、おしありがとうございます。CM 来ちゃう。あっちゃー、来ちゃうか、困ったな。それではコンサートの振り返りをしていこうかな。あ、ウェルシアね、ウェルシアのおすすめがあって、私ちょっとみんなもしお買い物してて何買おうかなって迷ってる方は、あのぜひリップ、オーガニックのリップ買うといいです。私めっちゃ使ってるんですけど、プルプルです、めっちゃ潤い、すごいいい。めっちゃ物今落として、めっちゃいい。あの、もしそう今行ってるよって方がいたら、ぜひ、もうめっちゃプルプルになるんですよ。なんかちょっと待ってね。私のいつものね、このカバンに見て、スワちゃんがタンプレでくれたの。可愛いでしょ。これは私の洗面っていうか、いつも使ってる美容系のやつ、まつげ美容液。これはね、どこのだろう、分かんない。これリップ、見えるかな。オーガニックリップ、めちゃめちゃ愛用してる。もうね、もうね、プルプルですよ。めっちゃ荒れない、スースーもしないし、匂いもしないんだけど、もうとにかくめっちゃいい。そう、なんか女性も男性も多分リップは結構ね、使えるんじゃないかなって思うので、ぜひ、まあ今悩んでる方がいたらって感じなんですけど、唇プルプルおじさん。そう、でも大切だからね。平場さんありがとう、ハート。なんか白いやつ、ウェーターの人形はね、ウェルシアさんに売ってないと思います。多分あれね、あんまり売ってるとこ見たことないかもね。そう、冬場とか乾燥するからめっちゃいいと思う。ジュンさんありがとう。唇からアイちゃんになります、なりましょう一緒に。うん、これさあちゃんがくれたの。これは多分洗顔とかに使う
やつだと思う。これ使ってます。え、カチューシャにもなるんじゃない？カチューシャっていうかこのままお外にはちょっと出られないけど、いいんじゃないでしょうか。あ、ライプさんありがとう。アイちゃん、アイちゃんです。リップください。お洋服、お洋服、これグレールのちょっとなんていうの、ここがねふわっとなってる。私結構なんかお話し会とか来てくれた人わかると思うんだけど、結構ねなんかなんていうよ、この肩幅があんまりなくて、なんかね結構こうスッていうの着ちゃうとなんかもうそう、ちょっとあんまり可愛くない可愛くないの体型が。だからちょっとこのパフスリーブ、あのヒサリプの最初の白衣装の時もやってくれたんだけど、このにおこのパフスリーブが似合うねっていうか言ってくださったりとか、キーちゃんもよく言ってくれるし、私も自分ですごい気に入ってて、これはパフスリーブでちょっとふわっとしてる感じです。マー君ありがとうございます。だるま、萩の子さん、うまありがとう。おお、そうなんです、これはグレールなんです。とてもいい、楽ちんなワンピースだよこれは。そうそう、コンサート、え、なんでテロップ私売ったよね、あれなんでや、あんなに頑張ったのに。コンサート、コンサートカウンスありがとうございます。お、できた、よかった。マー君ありがとうございます。来たね、来ましたわ、できました。あ、ありがとう、あつしさん。そう、コンサート1からも話すとね長くなっちゃうんだけど、まあ、まず、まあ、オープニングブロックはもうやったことのある、みんながやったことのある曲っていうかをもうバンバン入れて、もう盛り上げにかけた。てか鍵穴そらちゃんとやっためっちゃコンサート楽しかった。京都正宏さん、お、ありがとう、たくさん愛。え、私結構こうあの赤白ペンライトの方がなんか元気で元気にこうそうめっちゃ振ってくれてたから、もう結構見つけたなって思ってて、意外と奥の方まで見えたし、もうなんかアイリーって書いてあるあのめっちゃどでかい名前書いてくれてる人もいて、もう見つけやすかった。結構みんな見つけたよ。影慣れ噛んでなかった？え、私は噛んでないんけど、ちょっと噛んでたのかな。私もそらちゃん噛んでたかも、かわいいね。うん、目あった気した人はもう絶対間違いない。だって私も目あったもん。いや本当になんかめっちゃね、チーム4さんのコンサートにも、そうチーム4さんのコンサートにもちょっとだけ出演させてもらったんだけど、そうトンくんありがとう、タコ。そうなの、だから1階席は結構見えるね。2階席はやっぱり照明とかで
最初の方全然見えなかったんだけど、もうなんとか見ようって2階席探して、赤白のペンライトうんって探した。私あもうなんか席教えてくれた子とかは、あこの辺にいるかなっていう気持ちで見てた、こうやってパブリックさんありがとうペンライトね、結構皆さんチカチカさせてましたね。なんかそうチーム4さんの出演の時はなんか急にっていうほどでもないけどでなんか出てくれませんかって言われて、もちろん出ますみたいな感じでちょっとだけだったんだけど、本当にめっちゃ嬉しかったです。モーンさん、あトラッキーさんありがとう。モーンそう撮影タイムめっちゃ2回カメ子さんとか、まあ、1回のあの立ち見の皆さんとかあの携帯で撮ってくださってる人にもめっちゃ見たんだけど、やっぱりカメ子さんはあのもうそのためにその席を取ってくれてるじゃないですか。だからもうめっちゃ撮影タイムは結構2回見た。そう2回行きたかったの、私もめっちゃ行きたかったんだけど、2階に選ばれたメンバーは基準はあれです、肩が弱いメンバーだし、私たちは選んでないよ、普通にあのスタッフさんが選んだんだけどちょっと肩が弱いメンバーらしい。テラパードさんありがとうございます。そうなんかあのめっちゃあのイヤモニ外してたの、チーム4さんの出た時にみんなの声聞きたくて、なんか怖かったからなんか先輩のとこになんか研究生のもうなんか下っ端みたいな端くれが来ちゃったみたいな感じだったから、もうどうしようと思って、もうなんかチーム4さん歌うますぎたしパフォーマンス良すぎて、もうなんか邪魔もならないかなって思ってめっちゃ心配だったの。そうワイプさんありがとう、あーちゃんありがとうございます、あとありがとう、肩強い選抜ありがとうございます。ちょっとチーム K さんのあの星選抜みたいな感じでちょっと肩選抜、はい、そうチーム4さんでもなんかすっごいなんかスタッフさんとかメイクさんとかにもあのめっちゃ愛ちゃん来た時すごかったよみたいな、完成すごかったよって言ってくれて、私もやっぱり外してたからすごい分かったんだけど、もう優しい、もう先輩もファンの皆さんも優しくて、でもなんか嬉しかったです、本当に良かった、みんな優しい、大好き。スピカさんありがとう、トン君ありがとう、嬉しい、下尾さん喜んでくれてたの、かわいい、三太郎さんありがとうございます、パチ叫んだ愛ちゃんと、嬉しい、めっちゃ愛ちゃんコールめっちゃ聞こえた、もう本当にそういう時とか結構イヤモニ外してなんかやっぱさ劇場の時ってみんなの声聞いてすごい安心するから、声とか顔とかねすごい安心するからどうしても聞きたくてイヤモニ外した、そうっていうチーム4さんの経緯は、そうそこで、そうなんかでもあの見知った顔というかそうチーム4さんに出た時もなんか知ってる方とかいてめっちゃ嬉しかったね。あいやあいや、そうあとなんだオープニングの話はしたね。でもなんかオープニングやったことある曲ばっかり続いたんだけど、やっぱり最初は大声ダイヤモンドだよねみたいな話になって、そう
くしゃみ今日3回目でも、その本当めっちゃ今になってめっちゃ後悔してるのが、大声ダイヤモンドをフルでやりたかったなってすごい思って、なんか私意見出す時、瀬戸りに意見出す時に言おうと思ってたのに、もうそれだけ忘れてて、もうやっちまったやっちまった。サインボールありがとう、大切にしてね。誰か噂してるのかね、まったく。そう、大声ダイヤモンドのフルやりたかった、めっちゃ。でもまあいつか披露できたらいいなって思いますね。でもなんかチーム A さんとかがあのフルやってらっしゃったので、まあ逆によかったのかなって、先輩とそうあんまりかぶんない方がいいのかなとか思ったりしながらめっちゃ考えたからそう、山下ひろゆきさんありがとうございます。本当に大声の17期はナンバーワン、もうみんなありがとう。うん、そう大丸のねこれを見て、やっぱり大声ダイヤモンドと久しぶりのリップです。もうなんか開けられない、もう可愛くてどうしようね。ケビンビンさんありがとう、マークありがとう、アツシさんありがとう。やっぱね、いつかでもフルはできたらいいなって思います。そんでもって、そんでもって、やっぱりみんなが多分一番予想してたのはユニットなんじゃないかなって思ったりしなかったり思ってます。ユニットどう当たった？私は黒い天使と青春タイヤードやりました。あ、アクラちゃんありがとう、ハート。ボクジーさんありがとう、トラッキーさんありがとうございます。黒い天使遠距離、あ、そうね、お外ししました、本当。青春太陽逆サイで見えなかった、本当に。ゲセティンさんありがとう、やっぱりなんか私もやりたかったユニットを言う、ユニットっていうかを言うと、天使の尻尾と黒い天使と、なんだっけ、あ、夢でキスミーと、なんだっけ、でもなんかさらちゃんとユニット本当はやりたかったんだけど、そうなんかでもあんまりそのいろいろな組み合わせでできなくて、そうでも絶対なんかでも天使の尻尾ってなんか一番なんだろう、みんな私っぽいって言うのかなって思って、逆に黒い天使で大人っぽい感じでやってみました。え、でも本当にこれだけは言わせてほしい、本当にホテちゃんの天使の尻尾の振り方プロすぎて、なんかもう何にも言えなくなった、もうお前が天使だよって思った、本当ホテが天使、本当に天才だよあれは。でさ、あの横にコックちゃんという透明感の塊みたいな、もう透き通ってますみたいな子がいて、でユキタンっていうあの可愛さもう塊にしましたみたいな、詰めましたみたいな可愛いね。え、ホテちゃんやばない、本当に。なんであんなプリップリってできるの、これちょっとよくわかんない、あれも多分生えてるホテちゃんから。本当にリハの時から可愛くて、なんかもう叫んでた、ずっとホテちゃんホクってなって、もうなんかもうほぼほぼ本当に天使の尻尾マジで本当に最高だった。いや、ホ
ってさ、やばかったね。やばかった。やばかった。そう。でもやっぱり、なぎさのチェリーは、そう。何？エリちゃんがずっとやりたいって言ってたし、もうめちゃめちゃ、もうなんていうの、ファンの方の需要と供給が合ってる。エリちゃんと、あの、なぎさのチェリーとファンの皆さんの、この、なんていうの、関係性が合いすぎて、なんかやっぱエリちゃんって天才なんだなって思った。ね、しかも一曲に持ってきたから、もうなんかみんなの、なんだろ、視線っていうか、一瞬でパチンって、なぎさのチェリーって感じ。ゆなともさんありがとう。ね、エリちゃん黄色すごい似合ってたよね。そうでしょ？で、黒い天使は、みずみんとゆきちゃんと私でやって、やっぱり両脇にもうお姉さんズというか、綺麗なお顔の素敵なお姉さんが並んでるので、ちょっと私も大人っぽく大人っぽかったのかはちょっと心配なんだけど。あ、ケンタさんありがとう。黒天のメンバーはなんかめっちゃ理想としてたっていうか、黒天やるならこの3人がいいっていうメンバーが、なんか私みずみんも黒天やりたいって言ってて、みずみんも絶対合うと思ったし、みずみんも私でやりたいって言ってくれてたし、ゆきも絶対に合うと思って、絶対この3人って思ってたらこの3人だった。すごい嬉しかった。メンバーは自分たちであんまり決めてないから。そう、あや、ありがとう。そうで、12で天使の尻尾でしょ。でプライオリティプライオリティはソラちゃんのソロ曲、ソロ曲っていうかソロで、プライオリティは最初ホテちゃんになんか俺だけのものに できないかなみたいな。ねえ、浮気ですよね絶対あれはね。許さない。そうよ、だからね。でもあのホテちゃん可愛すぎて、なんかあのもうあのホテちゃんがこうはけてきて、よくリハの時にもうホテちゃんとイチャイチャしてた。こっちがくっついちゃうとか言ってめっちゃ持って遊ばれてたから、もうさあちゃんに、私とホテちゃんは、だからもうホテと私でくっついちゃうかみたいな、もはやって感じだったんだけど、まあ、やっぱりさあちゃんは私のものなので、序盤感想あたりかなぐらいから出てって、何よ知らない、任さないでよって、なんか走ってって引き止められるんだけど、その時になんかもうグッて引っ張られて、衝動でなんかもうなんかあっみたいな待って、そう、もう空がノリノリ、もう空ちゃんはプライオリティしかもうやらんみたいなくらいプライオリティをやる気満々だったし、絶対に合うってみんなも思ってたから、もうずっともうソラちゃんが話してる時とかもうずっと目見てたんだけど、もうなんかもうキュンってなった。なんかかっこいいのにソラちゃんって可愛くて、あ、まあチューしたかどうかは皆さんにお任せしますけど、多分最善の人とか見えたんじゃない、見えてないのかな、逆に。注意したかどうかはちょっとお任せしますわ。もう本当にあのキュー
まあヒントを言うと、あの偽ではない、フリではない。なんかガチガチですよみたいななっててそうなってたんだけど、あんまり練習できてなかったから成功するかなみたいな感じでなったけど、まあできたかできてないかはまあお任せします。ですね。でプライオリティやって、次何、わがままの流れ星も、わがままの流れ星だよね。あのわがままの流れ星最高すぎて、なんか月にはウサギがみたいな、え可愛すぎみたいな、ホテちゃんなんかずっと胸が痛いわとか言ってなんかやられてた、エリちゃんホテ入りめっちゃやられて可愛いとか言って、そうね、南国は南国でやるだろうなって思ってたから、あの曲決めが問題だった、どうしようねみたいな、あちょっと待って思い出した、プライオリティの裏話ね、本当にあのソラちゃんがあのレッスンに参加できてなかった時にあの練習をしてたの、そのプライオリティの下りみたいなやつを。その時にまさちゃんが代役でソラちゃん役をやってくれてたんだけどそう、なんかまさちゃんめっちゃあの引きつけるのめっちゃ上手くて、なんか引っ張られた瞬間になんかおっみたいな、結構本当に上手で、おっうまいんじゃないと思って、かっこいいと思ってまさちゃんに初めてキュンってしたんだけど、まさちゃんに初めてそこでキュンってしたんだけども、ダメね、もうそっからもうね、チューをねずっとなんかちょっともうなんていうの、ちょっと変顔みたいななってて、もう爆笑よ、私爆笑。もうなんかそう、でも最近まさちゃんにずっとチューってしてる、私チューチューチュー、まさい、あ水島さんボロクソ言ってた？でもまさちゃん、うん、あのなんか違うみたいななんかさあちゃんがやると皮かっこいいのに、なんかまさちゃんがやるとなんかかっこいいってキュッて一瞬したはずなのに、なんか急になんか素に戻らされた感じ。あれ？あれ？あれってそらちゃんはもうキュンキュンですよ、いつもキュンキュンしてる、もうプライオリティ歌ってなくてもキュンキュンしてる、かわいくてかわいいしかっこいいしね、イメージできるっしょみんな。もうまさちゃんはすごい頑張ってくれた、代役ね。まさちゃんじゃなかったら私もっとなんかみたいな、ちょっと照れちゃったかもしれんけど、まゆちゃんはやっぱそう適応能力、そうすぐできて、まさちゃんしかいないって感じだった。で次わがままの流れ星で、なんだっけ、ラケットで、あ流れ星だーみたいな、なんかセリフめっちゃ可愛かったよね、あの私高校生だからもう分かるんだみたいな赤ちゃんってなって今度羊を超えてまさちゃんのプライオリティやばい。じゃあ私がのんちゃんとあれにやってもらおうかな、まさちゃんにやってもらって、どっちがキュンってしたか。まさちゃんは殿堂入りってことで、あ、カナインさんありがとう。
カツさんありがとう。そうめっちゃね楽しかった。わがままな流れ星リハとかもみんなずっと真似しまくって、で次はツンデレ、いやもうあれはもう大正解でしょ。なんかもうなんかユキちゃんの正解叩き出しましたみたいな感じ、なんかもうなんかありがとうって感じだった。マサオリティやばいんだけどやばい、本当に楽しみになってきた。ノンオリティも楽しい。のんちゃんってさ絶対似合うと思わない？プライオリティ絶対あの身長高くてなんか茂木さんみたいなかっこよさになると思う。なんかスタイリッシュな。でも私のんちゃんも絶対プライオリティ似合うと思って、かっこいい曲、いや今度やってほしいな。そうもう本当になんかツンデレはもう、あなんか本当に感謝した。なんかありがとうって、ありがとう本当にありがとうずっとありがとうって言ってる。やっぱゆきちゃんはさ自己プロデュースっていうかさ自分をこう見る力がすごいなっていつも尊敬する。なんだろう自己プロデュース能力がやっぱそらちゃんとゆきちゃんは高いなってすごい思うね。ゆきちゃんはもうツンデレもうもうまんまじゃんね。なんか最初のなんかツーンみたいな、はいしょあいしょやばい、今日何回目6回目くらい。シュミさんありがとう、セイゴさんありがとう。エイちゃんはツンデレっぽくない？意外とツンデレなんじゃない？逆になんかさユキが一番ツンデレに見えて、意外とさゆきちゃんってさデレ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 してくるときある。なんかでもそれはまあそれがツンデレなんだけど、なんか私がゆきちゃんゆきちゃんってやってたきはうんって感じなのに、急にねあいちゃんあいちゃんみたいな、え可愛すぎみたいな、待ってうちのこと好きみたいな勘違いするからやめてほしい本当にツンデレ、あれはもうゆきちゃんはほんとツンデレです。ロイヤルアスコットさんありがとうございます。こんばんは、あやありがとう。そう危険ですよ、好きになったらもうちょっと。あいちゃんのツンツン、え私もツンツンだよ。別にみんなのこと好きじゃないし合図しちゃう。あれママから電話かかってきた。全然別にみんなのこと好きじゃないし、うん、ツンデレってどうやるの分かんない。全然好きじゃない。あ、ふみみちゃんありがとう。よかまさんありがとう。でもねめっちゃ好き、実はみんなのことめっちゃ好き。知らなかったでしょ、みんな知らなかったと思うけど私ね好きなんですよ。うん
知らなかったでしょ。え、知ってた？すごいね、みんな。クックさん、ありがとう。好きみたい。伝わりまくっちゃって、ちょっといつも溢れちゃってるからな。わかんない、ツンデレって。でもめっちゃキイちゃんに私ツンデレだよ。驚くほどツンデレだと思う。みんなが想像してるよりツンデレ。ムエチカさん、ありがとう。あ、あちゃん、ありがとう。くま、え、ほんとにキイちゃんにツンデレ。めっちゃ「アイちゃんアイちゃん」って言ってても、やめて。今ご飯食べてる、やめてって感じ。でもキイちゃんが構ってくれないと嫌だから。キイちゃん構ってくれないとめっちゃ言う、ね、キイちゃん、ね、なんでっていう。めっちゃもうなんかキイちゃんの前だとめっちゃ妹が出ちゃう。そうね、いつもなんか家族の中で私のね口癖がいつも流行ってんだけど、なんとかでしょうにって、あの語尾になんとかでしょうにってつけるの。例えば、例えばなんだ、お片付けしてって言ったでしょうにとか、なんだ、まあでもそんな感じ。まだ食べてるでしょうにとか、なんとかでしょうにっていつも使う。言い訳ね、これはわがまま。うん、え、2歳じゃないんですけど。あ、この前エアコンの時言ってたかも。てかエアコンのリモコンをキイちゃんがいつも同じ場所に置いてくれなくて、もういつも置いてって言ってるでしょうにってずっと言ってる。もうキイちゃんだけツンデレは。でも仲良くなったらツンデレになっちゃうかもしれない、わかんない。でもちょっとアイリスには愛がダダ漏れすぎて、今のところツンデレになる予定はない。シューミーさん、ありがとう。あ、小2じゃないよ、なんとかでしょ2も。スキーちゃんはそのもう目とかそういうのが好き。なんで？ただワンちゃんにさ、ダメでしょもう目でしょってずっと言ってるのに、私は怒ってるのに、キイちゃんかわいい。ちょっと私は本気で怒ってるの。まったくキアちゃんは。柴田さん、ありがとう。コーパブリックさん、ありがとう。待って、コンサートに戻らなきゃ。コンサートの話するって。お、萩の子さん、ありがとう。ライト。おめぐさんは3歳だったね。あ、3歳じゃない。小3だったね。ふみふみちゃん、ありがとう。今日は何時まで配信？でも、結構経ったね。でも45分ぐらいかなって思ってた。もういっぱい話したいことあるからさ。45分。まあ一応30分の予定だったけど、まあ10時か45分ぐらいかな。3つ目メール3つ目送ってないから、ちょっと早めに50分とか多分。めっちゃ多分。待って、わかんない。
決められないいつも。うん、たくまさんありがとうございます。うんと、どこまで行った、わがままの流れ星やって、え、次何、あ、ツンデレやって、夜風？ん？夜風だよね。多分。もうユキタンの良さがもうまんべんま全面に出てるというか、え、もう本当に今度お話し会でたくさん話そうね。コンサートの話まだまだできてないことたくさんあるからさ。そう。ゆかぜもほんとよかったよね。なんかこういっぱいわーっていろんなコンセプトが来た中で、急にゆきりんさんのねソロ曲の、やっぱりさ、一回ピアアリーナでゆきりんさんのをこう生で見た方も多いと思うんですけど、なんかゆきたんにはゆきたんらしい良さがあって、すごいなんかよかったよね。あ、なんかゆきたんの可愛いお話になると、ゆきたんがね、なんか空き缶一つ蹴りたくなるみたいな歌詞あるじゃん、よかぜの。合ってるかな、ちょっと心配。あ、そう、空き缶の一つ消えたくなるあるじゃんのところで、なんかね、めっちゃ直立ね、これが足だとしたら直立のところからなんかポンって蹴っててめっちゃ可愛いんだけど、もう本当になんか石ころ蹴ってるみたいな可愛さで、なんかめっちゃ私そこ好きで、もうなんかそう、ゆきたん絶対これ空き缶蹴ってなくないみたいな話になって、みんなそう、めっちゃ可愛くて、なんかなんか膝曲げてチョンって、なんかヒール履いてると思うから、それでちょっとコンってやればいいんじゃないっていうお話をして、私はそこがすごい好きで、めっちゃマニアックなんだけど、めっちゃ可愛くて好き。そう、めなんかユニットはもう本当本当にみんなの良さをこうギュッて詰めました。本当に良かった、なんか見ててもすごい良かった。でしょ、かわいいでしょ、できた。でみんなのかわいい話全部できる、マジで。もう話し出したら止まんないからさ、詳しくまだいっぱいお話できるけど、そこはもう話し会でちょっと貯めておこう、いっぱい話そうね。なんか、え、なんか去年英語出てきたんやけど、何これ、怖っ。ゼローさんありがとう、トラッキーさんありがとう。ちょっとね、最後まで行かなきゃいけないから、終わって、あ、そう、対決ブロックだ、対決ブロックの遠距離ポスターどうでした？でもあの衣装大好きすぎて、もうめっちゃ着たかったの、嬉しかった。なんか忙しくて写真あんまり撮れてなくて、めっちゃブレブレなんだけど、見る？メールかなんかで送るね。なんかひゃっくりが出てきた、次は似合いすぎ？やったー、嬉しい。ちょっとこんなえ、なんかあんまり自分的にはちゃんと撮れてないから載せるか迷ったんだけど、好き？みんなが好きなら載せるよ。命令だって載せます。
黒点もあんまり時間なくて、どれが一番いいか何枚か撮ったんだけど、あんまり自分的には納得のいかない。かっこついてる。黒点はなんか大人っぽいですよね。こんなちょっとこれは可愛すぎちゃう。まあでもいつかないつか載せますわ。絶対載せないやつやんって言われちゃうので、頑張って載せます。頑張ります。私的には全部衣装好きだったんだけど、あの夏曲の衣装がめっちゃ好きで、唯一写真撮れなかったの一枚も、もう泣きそうだった本当に。でも青春タイヤードはね撮ったよちゃんと。ナナさんの衣装だった。嬉しい嬉しい。あのパートはナナさんのところだから多分。気まずい顔笑顔してた。バレた。バレた。って感じ。あと衣装撮れてないんだよな。あとは黄色になっちゃう。でも神子さんがめっちゃ撮ってくれてて、そうでこれちょっと可愛いから。神子さんの写真いっぱい全部保存してんの。あのみんながさ携帯で撮ってくれたやつも保存してるから、容量えげつないことになってる今。砂糖水1500枚撮った。すごっ。そりゃすごいわ。そうなんかその亀子さんが撮ってくださったから、なんかこの衣装があるからなんか嬉しかった。見て後ろ姿めっちゃ可愛くない？衣装好きすぎてさ、なんか私ベレー帽だったの。すごいなんか珍しいなって思ってたんだけど、この後ろ姿めっちゃ好き。可愛いから衣装好き。かっこいい。かっこかわいい。あやありがとう。後ろ姿好き。アンコール衣装めっちゃいいよね。T シャツ、あとバズーカ事件ね。みんなで打てないんです。これがもう全く出なくて、ちょっと待って、ちょっとそのさバズーカの件探し先に話しちゃうと、もう全然出なかったの。なんかリハでめっちゃ飛んだから、あもう一番後ろの人に届けてやると思ってね、絶対行くわと思ってたのに、もう全然行かなくて、そう打てなすぎてさ、あのずっと袖に向かってできない、打てない、出ない。めっちゃ訴えかけてたね。やばいよね、びっくりしちゃった自分も。出ないと思って、なんかでもボタンが押せてなかったみたいで、あのスタッフさん袖に行ってスタッフさんにやってもらって、また出なくてね。ねあれめっちゃおもろかったよね。しかもさ、ちょっとこれまたまさちゃんの話になるんだけど、なんかリハくらい、リハの時に私めっちゃ飛んだんだけどね、まさちゃんが最善にも行かないくらいに、なんかこうバズーカがあったらなんかポロみたいな、あの天使の尻尾で風船落とした、あのなんていうの、スタッフさんが多分通れる広さくらいのところにしかまさちゃんが T シャツ落ちなくて、そうめっちゃ爆笑してたの。いやダサーダサーわらわらみたいな感じで笑ってたら、なんか本番自分ができなくて一番
自分笑ってた一人で出ない無理できないと思って。そうね、え、そうなの、撮影タイムなのに全然出れなくて、もう泣いたよね、もう諦めモードまさちゃんの呪い、やっぱそっか、まさちゃんと一緒にお清め行かないとな。いえ、まあまあバズーカの話は置いといて、あとでまたいっぱい話そうね。あの対決ブロックは絶対私たちのチームが勝った、これはもう本当にみんなのおかげで絶対勝ったと思ったんですよ。まあでもなんちゃんのね、のん様の意見なんでちょっとどうにもならないんですけど、あのくるみはゆきちゃんセンターだったんだけど、なんか似合いすぎて曲の声というかめっちゃ良くて、ツンデレも似合ってたし、もう全部センター曲に合ってた。ゆきちゃん本当に上手、自分を分かってる、尊敬、私は自分を分かっているのかいないのか不思議なところで。あとはくるみやって、心のプラカードはもうずっとリハの時もここねのプラカードだとか言って、そうめっちゃ、やっぱここってあんまりさお話ししないじゃない、だからそのなんだろう、心のプラカードに書いて、まあめっちゃ歌詞に合ってるなと思って、ここねのプラカード、もうすぐ9時半でありがとう。で投げてフリスビーみたいな、コテちゃんすごかったよね、 2回言って、私も2回に飛ばすくらいの勢いでやったんだけど、もうなんか私スプリット投げたみたいなくらいに急降下してびっくりしちゃった自分でなんかでもカーブかスプリット投げた絶対あれは。なんかまあ丸だからこうまっすぐはいかないじゃないですか大体あんまりね、でもなんかギューンみたいな、シュインみたいなくらいね曲がった、びっくりした。でも変化球投げた一人で多分絶対あれみたいな、あれみたいな、スライダーかな、スライダーでしょうか。キャッチャーも困惑していた、いやキャッチャーいっぱいいたんですけどねキャッチャー大量にいたんですけど、誰が受け取ってくれたのでしょうか。本当にホテちゃんは2階席まで行って、私はめっちゃカーブして、あのこっち側さんには分かんなかったけど、あの自分のサイン色紙とポテちゃんのサイン色紙の行方が気になりすぎて、その後移動だったんだけどなんか聞い取られすぎて、あれ どこ行ったみたいな2人でなってた、あれみたいな。でポテちゃんボールはちょっとあれかもしれないけど、あのフリスビー選抜入れますねこれは。え、自分の3列前くらいに落ちた、え、ほんと？じゃ結構奥まで行ったよね、アイリーって掲げてくれてたでしょ、あそこ、じゃあ真ん中くらいだったのかな私。あーちゃんありがとう、そう、ホテの特技で夏曲が続いて、やっぱ夏曲は盛り上がりますよね。
ポニーテールとシュシュでソラちゃんとダブルセンターで話しいつもカレンダーより早くシャツの袖口まくっての袖口まくってくらいの時にめっちゃ目合わせるんだけど目がねなくなるくらいこんくらい笑ってたさえちゃんが笑うから私もなんかいかって笑ってたさえちゃんこうやって幸せそうやった自分が言うのもないけど可愛くてそう絶対ポニッシュ取ってほしかったから嬉しかったですさ初日もあそう初日はちょっとまた後でちょっと待って夏曲終わってあれかダンスブロックとかえどうでしたダンスブロックビギナーとジェネレーションチェンジでやっぱビギナーはなんだろうやっぱまさちゃんのあの良さが前面に出てたというかでなんか特別な振りを付け足してもらってめっちゃ5番にいるんだけど私5番から感想にそのヘッドホン使ってやったんですけど5番から1番までめっちゃね遠いのめっちゃ遠いんだけどちょっと自分は足が長いって言い聞かせながらやりましたでヘッドフォンつけてやってそこでダイヤルみたいな感じでまさちゃんから私に変わってって感じで最初の音楽こうやって聴いてる感じはなんか出せたんじゃないかなって思いますあれ聴いた瞬間すごい楽しいあなんか覚えるの楽しいなって思いましたねああいうちょっと17期がやったことないような感じで楽しかったねとてもかっこよかった斬新だったけどねでやっぱ最後まで行ってそう本当は位置についてさオリジナルぶりのさみんながこうやって順々に立つやつあるじゃんあれも見せたかったのは本音なんだけどジェネレーションチェンジは絶対やりたくってまあちょっと選曲理由はアーカイブとか見てくれたら分かると思うんだけどやっぱりなんかこうなんだろうな何か気が引き締まるというかそんな感じがしたから何かその時にもビギナーの前にも一回外しててヤモにみんなの反応聞きたくてめっちゃ湧いてて「ジェネレーションチェンジ」はもう何かおおみたいな何か多分やると思わなかったんだろうなって。っていう感じだったんだけどなんか良かったですみんなとできて17期同期でできてなんかすごい良かったなって思いましたなんか記事とかで書いてくださった方がなんか私たちが AKB48 を引っ張っていけるようにより一層頑張りますみたいなことを言ったんだけどなんか私たちが AKB を引っ張りますみたいな感じで切り取られちゃって結構なんかめっちゃね生意気なやつって思われる人もいるかもしれないんだけどかせてちょっと感じ取られるのはショックだった感じ取られるっていうか切り取られ方によるなってすごい思ったんだけど全然まだ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 だなって
って全然思うし、なんならそんなこと言っててもなんか震えるくらいっていうか、もったいない言葉っていうか、私たちにはまだ似合わない言葉だと思うけど、言っていかないと現実にはならないので、夢は目標は高くってことで、まあでもちょっと切り取られ方がショックだったなって思った。日本語って難しいね難しいよね。大丈夫だうん、めんどい。まあ難しいですよね。まあその伝わり方にもよってさ、こういろんなことを思う人がいるのかなってすごいその場で思ったけど、やっぱり言葉って大切なんだなって思ったんですよね。言霊じゃないけど。うんうん、まあ、それくらいの息で行こうねっていうお話ね。まあもう生意気って思われたってもいいんですよ。何言ってんだこいつって言われてもいいんだけど、私はね言われる分にはいいんだけど、みんながなんかそう思ってなかったら、ちょっと17期のみんなが言われるのは嫌だなって思って思っている。まあまあ日本語難しいねっていうね頑張ります。そう、分かってくれてる人は分かってくれてるからいいんだけどね。みんながそう そうね。いやでもみんなの言葉に助けられてるので、私はありがとう。そうなのよ、こう記事でこう書かれて入っていただいたやつをこう抜き取る場所というかね、難しいわそうでも、まあ、私にはみんながいるんで行きますわ、頑張って頑張っていきますわ。ありがとう、レンタロウさん、ありがとう。佐藤愛さんフルネームで呼ばれたまあまあみんな頼んだよ。そう、頑張ろう。関西弁なのめっちゃおもろいなそうでしたね。まあちょっとネガティバーになっちゃったけど、どこまで行ったっけ。ちょっとお話が足りない、待ってあと10分しかないんだけどくくさんありがとう。あとはなんだ、アンコールが初日から始めたいっていうのと、ジェネレーションチェンジとビギナーのつながりとかは結構みずみんと話し合って決めたかな、決めたっていうかどうかなっていう相談を私がみずみんにしたら、なんか結構やっぱみずみんとお話が合うっていうか、あいいねとか、あそこはこうなんじゃないかなっていう、なんだろう、気持ちが通じ合ってたっていうかそうそうそう、佐
水だね。3時夜中の3時とかに LINE してやってましたね。そう、初日アンコール秋初日っていうのはゆきとか私みずみんとかかな、結構でもみんなで決めたかな。でも初日あどこで初日を使うかっていうのでめっちゃ悩んで、やっぱり初心に戻るというか、私は初日が大好きで、ずっとちっちゃい時小学校3年生くらいからずっとキーちゃんがやってた頃からやってたの、やってたっていうかお家でね身を真似で踊ってみたりとかしてたから、すごいねやりたかったの。アンコール明けでなんかやっぱりこうエンジンから始まったらここから行くぞみたいな、まだまだ行くぞっていうね、初日で始まるっていう。そう、そうなんですよ、初日を大切に使いたいかった日本語編。そう、よかった。だからみんながすごい喜んでくれたから、あ持ってきてよかった、アンコールにしてよかったってめっちゃ思って、やっぱアンコール明けで初日でやって、やっぱりあの夏の防波堤はもう神曲なので、そう、あーよかった。初日大好きで、もう私レッスンする前から踊れたんですよもうなんかだからもう超力込めて初日歌った。もう絶対やりたかったの。もう歌詞も好きだし踊りも好きだし、もうなんだろう、今しかできないこの単独コンサート、初単独コンサートって1回しかないから、それを初日絶対出たくて、できてよかった。そういう日もできたし、なんかこう本番をが進みながらめっちゃなんかまた絆が深まった気がしましたね。あとなんだ、あの夏の防波堤を持ってきて、あとはみんな皆さんが選んでくれたあの法定速度と優越感はホテちゃんの煽りどうしようかなみたいな話をしてて、誰だったかな、まさちゃんと私だったかな、があのまあみんなが法定速度のことを法定速度って呼んでて、まあセンターの理由も多分マネージャーさんがそうやって決めたのかなって思うんだけど、法定速度ってずっと言ってて、煽りどうしようみたいな言ってたから、法定速度あ間違えた、法定速度と優越感って言えばみたいな、なんかめっちゃノリで言ったらめっちゃいいじゃんみたいになって、まさちゃんと私あと誰がいたかな、ホテちゃんと誰がいたはず、だから煽りで言ったらみたいな感じで言ったらめっちゃ上手に言ってて可愛かったです。天才、法定速度あ間違えた法定速度というやつか、めっちゃいいよね楽しかった、ありがとう。あと何、あ少女たちよだよね。あとワンダフルラブはそのバズーカの話で、あとワンダフルラブもいろいろあるの、水島事件とか水島集合遅れる事件とか、あのソラちゃんと誰かの前を通り過ぎちゃうポテト私みたいな、ポテトソラダの前を私が通っちゃって、ソラちゃんと誰かの前をポテちゃんが通っちゃうみたいな、なんかなんかね全然ね、前のファンの皆さん見てたらなんか横になんかいるかもっていうのは分かりながらも、あれあ撮影タイムだってなってすぐ頭下げたけど、もうなんかもうやらかしたわってすごい思った。また水島やりよったわ。だって私とみずみんで「ハンダフルラブ」の撮影タイムは絶対エンジン撮ってほしいよねって、
初日は撮影タイムじゃないからエンジン取ってもらえないしっていうお話をしてたわけね。だから絶対集まろうねみたいな、みずみが言ってたんだよでなんか多分早めに集まっちゃったのかな。でなんかじゃあ前行くわみたいな感じで行ったら、もうなんかもう終わってるよみたいな、始まってるよっていうね。あれはもうほぼなんか本当に面白かったね。水島やりよったわって感じで、もう私のバズーカが出ない事件もあったし、めっちゃおもろかったな。なんかそう完璧だったよあれは。それでもってあと何、少女たちよか、少女たちよでは皆さんにせーのって言って、ほーいほーいってちょっと声を出してもらいましたわ。皆さん声枯れてない？大丈夫？私は結構喉がやばいそう、本当は本当に最後の曲です、聴いてください少女たちよって感じだったんだけど、どうしても少女たちよがやりたすぎて、そう少女たちは結構みんなで決めた分も最後これがいいよねみたいな、よっどうしてもやりたかったそうだから私が「えやっていいですか？」って言ったら「そういいよ」って言ってくれてやりました伝説小山由依さんですね。やばい、あと2分、え終わった、一通りお話しした。でもあのお話し会のめっちゃ急に告知始まるんだけど、お話し会の二次販売が始まってて、残りわずかが10月14日の4部のサイン会で出してくれたの、みんながありがとう。だから全然会う日でいいもいいんだけど、オンラインはその残りわずかが日程合う人は良ければぜひ感じで、またお話し会の、そうお話し会で感想の続きしようね。もうまだまだあるの本当に、今話したの一部なんかちょっと目立つエピソードを全部話してみただけだからですね。あとお話し会の大作戦第2弾もやらなきゃいけない、まだ決まってない日があるので、うん、これだけ見てほしいねんな。コンサートくじのやつと、これはねゆきたんとほてちゃんがなんか回してきーちゃんが出たみたいくれた。トレードしません、私本人です、ダメです。きーちゃんとね、あれこれ、えずきさんかわいいかわいいです。あと大丸の生写真もなんかゆきたんがなんだろう、代行っていうかお金はちゃんとお支払いしたんですけど、じゃーん、えげつなー、かわいすぎ、光輝いてる。月さんにね、大丸の生写真ゲットしましたって言ったら、え、ありがとうって言ってくれてね、めっちゃ可愛かった。なんかサイン書かなきゃねって言ってくれてな、あのやばっ、ええみたいな、えもう聞き、えみたいな、もうどうしようって思って、そうなんかもうほん、あの神対応すぎてびっくりした、本当にちょっと私の心臓を止めないでほしい。優しい、
いつか持ってっていいのかなって思いながら、迷惑かなってすごい思ったりしながら、でも持ってきてねって言ってくれたから持っていかないと。感謝して生きる。あげません、ダメです。初日に買いに行ったお、50分になったかな。ありがとね、みんな来てくれて。あ、今日4000人もありがとう。そう、告知ちょっと遅くなっちゃってごめんね。メールでは言ってたんだけど、ごめんなさい。まあ8月はちょっと頑張っていっぱいみんなに会いに来ようと思います。お話し会ないから。あ、でも全国お話し会今週あるんで、私もね。じゃあランキング読んでスクショタイムやってバイバイしてメールをお待ちくださいって感じ。あと1通ね、メールね。それではランキング読ませていただきます。いきます。13位スピカさん、ありがとうございます。12位ゴーパブリックさん、ありがとうございます。11位トラッキーさん、ありがとうございます。10位マリモ、ありがとうございます。9位ワイプさん、ありがとうございます。8位トンくん、ありがとうございます。7位アギノコさん、ありがとうございます。6位ヨダトモさん、ありがとうございます。5位マーくん、ありがとうございます。4位ケセティンさん、ありがとうございます。そして第3位ネタロウさん、あ、ネタロウさん、ネタロウさん、ありがとうございます。第2位京都マサイノさん、ありがとうございます。で1位はあんたろさん、ありがくまたわでした、ありがとう。で4000、約4200人の皆様ありがとうございました。ありがとう、いい子野菜出た、ありがとう、ありがとう。パチパチ、今日はハチパチパチパチの日ですよ。みんな自分に拍手しましょう。みんな偉い偉い、みんな頑張った、偉いぞ今日はパチパチの日なので自分に拍手しましょう。頑張った頑張った、偉い。ということで、それではスクショタイムを何秒か何秒かしていきたいと思います。いきます。ポニーテールなんで。いやん、ナビすぎちゃう。月さんポーズ。かわいい。では皆さんじゃんけんしてお便りをお待ちください。いきますよ。見てくれてありがとうございました。え、ありがとうございました。ユイリーポーズ、ユイリーさんポーズ。ちょっとピンガー練習しました。最近ユイリーさんに表情似てるって言われた。うん、うまい。もうちょっとさ修行しますね。はい、頑張ります。
きます。次の配信もぜひ見てください。皆さんじゃんけんぽい、パチパチのパー、みんな今日も頑張った、えらい、パーでした。バイバイ、おやすみ、バイバーイ。